おぎくぼラーメン。おぎくぼラーメンは、東京ラーメンの一種で、JR 中央線おぎくぼ駅周辺のラーメン店で提供されているラーメンである。そば屋からの店業が多かったため、スープは、かつお節や煮干しといった魚介系スープが基本の和風で、濃い口醤油を使用した濃い色のスープが特徴である。鶏ガラや豚骨といった動物系スープを合わせる店もある。麺は、 中細麺を使う店が多い。春木屋、おぎくぼラーメンの代表的な存在の店の一つ。戦後、おぎくぼ駅北口には闇市ができ、駅近くに数軒のラーメン屋が並んだ。後に、これらの店は、大梅街道沿いに店舗を出すようになっていく。おぎくぼを中心とする中央線沿線には、昭和初期から作家文人が多く住み、 彼らの行きつけの店などがたびたび随筆に書かれて知られていた。これらのラーメン店にも文化人のファンが多く、すでに1960から70年代には、春木屋が映画監督の山本か次郎のグルメ本で紹介されると、おぎくぼラーメンは比較的早くから一部では有名な存在であった。1985年に公開された伊丹十三監督の映画、タンポポは、 作詞をモデルに制作された。おぎくぼラーメンが全国的に知られるようになったのはバブル期のグルメブームの裾野に巻き起こった全国的なラーメンブームでテレビや雑誌等のメディアを通じてたびたび紹介されたことが大きい。1987年に東洋水産がおぎくぼラーメンという商品を発売し CM に吉幾三を起用して宣伝したことも おぎくぼラーメンの全国的な知名度向上につながった。また、金棒フーズも、ラーメン食べ歩き、おぎくぼラーメンを発売していた。なお、おぎくぼ駅以外でも、西おぎくぼ駅、阿佐ヶ谷駅、公園寺駅等のおぎくぼ駅付近の中央線、沿線駅には、古くから醤油ラーメンを出す店が多く見られる。中太と麺を丼に盛るという、ラーメンのつけ麺のスタイルを確立したのは、 東池袋大商圏の主人、山岸和夫である。この店のルーツをたどっていくと、小木久保駅南口にある1948年創業の丸町というラーメン屋になる。この丸町から丸新、栄江流圏、大商圏などがのれん分けされ、大商圏は中野や代々木上原などからさらに派生していく。そういった店が丸町をトップに、 丸長の連会を結成する。なお、丸長の蝶は長野県から取られており、もともとは日本そばの店である。ありがとうございます。